麻生の変な発言が炎上しています。麻生は時々出てきてしょうもないこと言う。麻生と安倍晋三、漢字も読めない。そんなん、防衛とか経済とか、そんな玉じゃない。麻生、安倍、こいつらにはどれだけ苦労させられているか、原口さんから聞いてみましょう。麻生、台湾に行かれてですね、日米対で中国と戦争すると。麻生太郎が日米対で中国と戦争すると。米国も台湾もバカなことを言ってくれたと困り果ててるだろう。アメリカ20世紀、勝った戦争ほとんどないでしょ。今回ニジェールもまた似たようなことをやった。あれベトナム戦争でトンキン湾事件、この自作自演の戦争を起こしてですよ。そして南と北に分かれて、そしてとんでもない犠牲をベトナムの方々にも、それから自国の若い兵士にも与えた。これがベトナム戦争でしょ。大負けしてんですよ。アフガンどうでした？とんでもないことをやってるわけですよ。今月経常収支が黒字になった。日本が外からお金稼ぐってとっても大事なんです。ほとんどは中国でしょ。中国に物売って稼いだやつが日本に来てるわけです。経済ボロ、今でもボロボロで、林さんっていう外務大臣、台湾有事は日本有事かと。ありえんって。台湾有事なんか起こらんって。台湾と中国との関係を見れば、ウィンウィンの関係ですよ。まあそういうバカがまだ多いから、台湾有事は日本有事だって言って、ガラクタの使いもできないフォーリンミリタリーセールスを大量に買い込んで、今まで何回ありました、防衛調達の汚職。結構な金にもなり、アメリカさんの戦争屋様からはういやつだと言われね、今だけ金だけ自分だけのその権力を維持するためにやってるとしか思えんだろう。オスプレイだって皆さんご存知の通り、もう今年アメリカ軍新規調達しないんだからね。だからもう本当にね、いい加減にしてほしい。麻生先生、よくね、人に血流せっていう人間に限って自分で血流すことなんかないから、真っ先に逃げるから、安全保障をもっと真面目に考えろって。防衛費を43兆円増やす必要全くない。野党でも増やすのが当たり前だって言ってるの、それバカだから。台湾有事を煽った安倍晋三の具にもつかない扇動は、はっきりと覚えておきましょう。台湾有事、それは日本有事です。すなわち、日米同盟の有事でもあります。この点の認識を、北京の人々は、とりわけ習近平主席は、断じて見誤るべきではありません。もう、打撃力を持つ。反撃力を持つというのは、これ当然のこの時代には要求されることであって、これ戦争をしようということではないんです。彼らが必ず。